はいどうも凡人です。ということで、えーっと、今日の動画ですね、タイトルにもある通おり、不思議不退、福島ユナイテッド、まあ、戦後のね、まあ、本当だったらレビュー動画をね、撮ろうと思ったんですけれども、えー、あまりにもちょっと今日のゲームがひどすぎるので、まあ、今日は本当に感想を言うにとどめておきたいなというふうに思います。ま,あ、まずは本当にね、うん、ひどい、うんその、その一言です。もう、この動画も本当に今すぐ終わるんで、あれなんですけど、 まあ本当に、うん今日の試合は、まあ、少なくとも今シーズン一番ひどい試合だったし、まあ、本当に中断期間中、何してたんだろうっていうような試合でしたね、本当、攻撃も守備も何一つ取っても、もう完全に福島にまあ負けてたと、うん、本当、こんなサッカーをやるんだったらね、本当に、うん、もう昇格なんてないと思いますよ。はい ま,あまた後日、しっかりとしたまあレビュー考察動画を上げていきますのでま、またご視聴いただけるとありがたいというふうに思います。ということで、今日はね、そういう福島戦後のね感想でございました。ご視聴ありがとうございました。